皆さんこんにちは、スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。お久しぶりですね。いろいろなことがちょっと落ち着きまして、 YouTube 撮ることができます。まずはじめにですね、皆様に嬉しい嬉しいご報告がございます。浄化の力、こちらが10月18日に発売開始いたしまして、全国の書店で発売されているんですが、角川さんから連絡がありまして、今日はまずそのお話からさせていただきまして、その後ちょっといろいろお話ししたいことがあるんですが、今日10月30日にタスさん重版決定しましたと連絡がございました。そのタイミングで皆様にお知らせをしていいということなので、重版が決定したことをお知らせさせていただきます。私今回何度も言いますように、本を書くことが初めてで、その出版の何か基礎的な何か内容ですとか、こういうことってすごいとか、こういうことを目指してるとかっていうこと知らないんですよね。とにかく私はもう全世界の方にこの思いを届けたいなという思いで、この浄化の力という本を今回書かせていただきまして、出版社からしてこの1週間で重版が決定するという、このもうものすごい反響で、ものすごい数が売れているんですよね。それって何かすごいみたいなんですよ。部数とかも全部言われたんですが、通常こんなに初版で置かないんですよとか、こんな勢いで普通基本的に動かないんですよっていうことを言われました。そうなんですかって言ったら、角川さんがタスさんにこの凄さを教えたいっていうふうに言われまして、まあすごいのはなんとなく伝わりましたって言ったらですね、ある角川の方がね、じゃあタスさん1日で YouTube が登録者数130万人いったとしたらどんな気持ちですかって言われたんですよね。それはすごいですよね。それすごいと思いますって言ったら、そんな感じですって言われました。すごく分かりやすかったです。あ、それだったらすごいんだなっていう認識のもと、皆様も多分ね、この重版がこの間で決定したっていうことが、何かすごそうだなぐらいじゃないですか。なんかすごい、とにかくすごいらしいです。ありがとうございます。ということはですね、本当に多くの方に今回この浄化の力を読んでいただきまして、感動しまして、多くの方にプレゼントしたり、また自分の取っておく本と、飾っておく本と、持ち歩く本と、一人で5冊10冊買われる方結構普通なんですよね。それが全国に広がりまして、このもうあっという間に重版が決定したっていう流れなんだろうなと思います。まずはその重版のお知らせです。そしてもう一つです。先日10月27日、私のこの浄化の力の出版記念公演というものが開催されまして、無事大盛況で終わることができました。ありがとうございました。ご参加してくださった方はどういうものだったかお分かりかと思いますが、ただその中でね、行きたいけど行けなかったっていう、いろんなご事情があった方、チケットうまく取れませんでしたっていう方、いっぱいいらっしゃると思います。まず本の感想と、出版記念の感想、ちょっとごちゃ混ぜにいろんなタイミングで皆さん感想を送ってくださいましたので、ちょっと混ざった状態で感想を読み上げます。そして最後まで今日はお楽しみください。今度ですね、いつになるかちょっとわからないんですが、ちょっと編集してる最中なので、今回の27日に行われました出版記念のイベントのその様子をですね、動画に撮ってありますので、もちろん全部ではないんですが、一部抜粋して皆様にご覧いただきたいなと思うんですが、最後にオープニングのシーンだけちょこっと載せたいなと思います。最後まで、あ、どんな感じだったのか、そしてもういらっしゃった方は余計に感動が増して見れるかと思います。では最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずは感想を読み上げたいと思います。感想を寄せくださった方全員はちょっとお読みできないんですが、ありがとうございます。タズさん、出版記念公演お疲れ様でした。オープニングの大迫力の真言、自然と涙があふれ止まらなかったです。というよりずっと号泣でした。タスさんのお話、思いが伝わり、私の心の中は終始感動の嵐。真っ白なスーツに身を包んだタスさん、本当にかっこよくて美しくてキラキラと輝いていました。
大人になってこんなにワクワクドキドキ幸せな気持ちを味わえることあるんでしょうか。幸せ。そしてブラザーコンさんの素晴らしいライブも拝見できて幸せでした。お二人のツーショットめちゃくちゃかっこいいです。公演後にロビーへふわりと羽のように現れたタズさん、タズさんを近くでお目にかかれ握手もしていただき感無量です。本当に本当にタズさん美しすぎて眩しくて素敵すぎました。サイン入り本も無事購入することができとっても幸せです。宝物です。タズさん素晴らしく貴重な時間をプレゼントしてくださりありがとうございました。ずっとずっと大好きです。今感想を読ませていただきまして、 SNS では皆様にあのお写真もね内容も見ていただいたんですが、実はバブルガムブラザーズのブラザーコンさんがスペシャルゲストとして歌を歌っていただき、そしてトークショーにも出演していただいたんですよね。その模様もあの後日あの皆さんにご覧いただきたいと思うんですが、そんな感想でした。ありがとうございます。続きましてタズさん、まずは本当にお疲れ様でした。参加できて光栄です。私真ん中あたりにいたのですが、タズさんと目が合ったような笑い。とにかく素晴らしいイベントでした。サプライズのブラザーコンさん、とってもびっくり盛り上がりましたね。本当に本当に最高でした。ありがとうございました。タズさんお疲れ様でした。温かい空間の中で本当に感動しました。涙が溢れました。感動ありがとうございます。最高でした。タズさんありがとうございます。皆さんが集まってタズさんと一つになって、タズさんの大好きなコンさんもとっても素敵な温かい愛が一つに集まったような、この場に集まった皆さん、タズさんコンさんの音楽の愛も合わさってとっても素敵な一日でしたね。本当に皆さんありがとうございます。この時の感覚をいつも思い出して、毎日毎日を愛で光で笑顔で生きていきましょう。参加できなかった皆様も同じような気持ちになれると思います。タズさんこれからも愛をよろしくお願いします。私たちも愛で応えていきます。きっとタズさん素敵なステージありがとうございました。こんなにも愛にあふれたステージは初めてです。公演後私の気持ちが軽くなり、景色が変わったのが分かりました。おかげさまで今ある幸せに気づき、感謝であふれる毎日が送れそうです。タズさんありがとうございます。またお会いできる日を楽しみにしております。タズさんこんにちは。先日の講演会お疲れ様でした。タズさん本人を間近に拝見でき終始感激、そしてブラザーコンさんのサプライズライブ本当に興奮しっぱなしでした。そして涙あり笑いありの楽しい時間でした。タズさんのお話施しを間近に受けて、疲れやすい私も次の日から元気に動いています。パワーチャージってこんなに効果があるのだと実感いたしました。少しだけ後悔したのは、タズさんが入り口にいらっしゃると言われていたのに変更になったのかと思い込み、目の前でタズさんに会わずに帰ってしまったことです。本当に残念です。でも無事に桜ホールに行くことができ、少し距離があってもタズさんに直接お会いできたこと本当に良かったです。そしてタズさんファンにお会いできたのも嬉しく感じました。本を常に手に取れるところに置き、自分に幸せになれるように頑張ります。今度はいつか知流でタズさんのカウンセリングを受けられることを願っています。タズさんのますますのご活躍をお祈りしていますね。ありがとうございました。タズさんたくさんの感動ありがとうございました。最後握手もしていただき、柔らかくふわっと優しさを感じました。友達と同じ時間共有できて素敵な思い出、宝物になりました。ブラザーコンさんのステージトークも最高でした。ありがとうございました。タズさんタズさんタズさん、呪文のようにタズさんの名前しか出てきません。お会いできて嬉しかったし、あの日に心から感謝いたします。タズさん愛あふれる公演ありがとうございました。笑いあり涙あり、そしてパワーチャージすごいです。次の日の仕事がはかどることはかどること、めちゃくちゃ頭がクリアでした。出版公演と本当にお疲れ様でした。全てのことに感謝できるように、また YouTube 見て頑張ります。コンさん体調が悪いなんてわからないくらいパワフルでした。感動いたしました。本当にありがとうございます。タズさんご出版おめでとうございます。 Amazon で予約し、本日半分くらいまで読ませていただきました。とても不思議なのですが、
笑顔のタズさんが目の前で語りかけてくださる感覚があります。自分で読んでいるはずなのにタズさんの声なんです。もう嬉しくて嬉しくて、魂が元気いっぱいになり、大切なことをたくさん学ばせていただいています。皆様からの感想を聞かせていただいて、タズさんの周りにはとても温かくて優しくて、周りの方々の幸せも喜べる方がたくさんいらっしゃって、胸が熱くなりました。私もその中の一人として、愛や笑顔をいっぱい伝えていきます。かっこ宣言、これからもずっと応援していきます。心から感謝しています。大好きです。本の感想遅くなりました。自分に感謝するという言葉、心に響きました。すべて読み終えて涙が溢れました。読んでいる途中、何度もタスさんの声が聞こえた気がして、まるで語りかけてくださっているような感覚に陥りました。本全体からタスさんの愛が溢れているのを感じます。いつも身近に置いて何度も読み返したいなと思います。明日お会いできることを楽しみにしております。今日届きました。3ページしかまだ開いていませんが、嬉しくて涙が出てきました。ありがとうございます。タズさん、浄化の力読んでいます。素晴らしい本ですね。私にとってこれはバイブルですね。さまざまな教え、心から感謝いたします。本日予約の本が届きました。素晴らしい内容とタズさんの大きな大きな愛を届けていただきました。途中何度も涙が自然に流れました。浄化の声とヒーリングの後にはものすごい睡まで倒れ込むように眠ってしまいました。起きたら自分自身からネガティブな感情が全くなくなっていることに気づきました。タズさんありがとうございました。タズさん、昨日はとても素敵な講演ありがとうございました。オープニングから感動で涙が出ました。タズさんの熱い思いがいっぱいいっぱい伝わって、帰りには元気いっぱいになりました。これからも教えていただいたことを胸に、笑顔で前を向いていきます。ありがとうございました。そしてお忙しい中本当にお疲れ様でした。感謝。本を読み始めてからなんだかわからないけど、似合って微笑んだり、ありがとうが心にたくさんあったり、普段恐れてしまうということがちっぽけで、何していたんだろうって自分の心の変化を感じるようになりました。出会えて本当に奇跡です。ありがとう、ありがとう。タズさんの素敵な本が届きました。タズさんの左手に触れると、ネガティブなエネルギーがぐーっとタズさんの手に吸い込まれていき、右手に触れると温かいエネルギーを感じて、とても気分が満たされます。なんだか目をつぶると宇宙が見えてくるようでした。とてもとても大切な一冊になりました。ありがとうございました。浄化の力読み終えました。魂に響く聖書と言っても過言ではない大切な本です。素晴らしい本を書いてくださり、どうもありがとうございます。最後は27日のイベントのオープニングのシーンです。どうぞご覧ください。まさかね、講演会ということでオープニングがあのような形になるって皆さんびっくりされたかと思いますが、何か他の人にはできないような私だからこその演出をしたいなと思いまして、一番初めにあのようなスタートをさせていただきました。今度
全体を通して今回の27日のイベントがどのような感じでしたか、抜粋しながらお届けしようと思います。楽しみにしていてください。たくさんの感想、そして皆さんがご購入していただいた結果で重版が決定したというお話、本当に皆様に心から感謝いたします。これからも応援してください。私はですね、もう本当にこの本が世界中に広がるようにこれからも頑張っていきます。KADOKAWAの営業の方がもうすでに海外の書店で売れるように営業をかけてくださるというお話も聞かせていただいております。皆様の一人一人のお力でどん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 、もしよかったら宣伝してプレゼントしたり買っていただいたりとかしたら、とってもこの日本で反響があるということで海外にも広げやすいんではないかなと思います。私のこの人生のプロジェクト、世界中の人を幸せにしたいというこの思いに賛同してくださる方、どうかご協力をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。